はい、皆さんこんにちは。今回の動画はあの素晴らしい愛をもう一度の原曲のイントロの解説の後編となります。この後編では左チャンネルになっているギターですね、おそらくナッシュビルチューニングで弾かれてるんじゃないかなと思うんですけども、こちらは石川隆彦さんが演奏しているものじゃないかなと思ってます。そちらの演奏の中身を解説していきます。でナッシュビルチューニングなんですけども、今僕その、このギターに、貼っております。もうこれしかなかったんですけどね、ヤマキの古いジャパニーズヴィンテージのギターですけども、このナッシュビルチューニングは、いわゆる12弦ギターの復弦だけを貼った状態なんですが、1弦は通常と同じ E、 2弦も通常と同じ B、で3弦から、G なんですが、オクターブ上の G、 4弦もオクターブ上の D、 5弦もオクターブ上の A、 6弦もオクターブ上の E です。そうですか、鳴ってる音は一緒なんですけども、6、5、4、3弦がオクターブ上になってるんで、こういうね独特のサウンドになるんですよ。すごい綺麗なサウンドですよね。まあ、ただねこれギターが2本以上ないとね、なかなかこの、ナッシュビルチューニングの弦を張るの難しいかもしれないんですけども、ギターがあるという方はね、ぜひ、その弦を張ってみて、トライしてみてください。では手元をアップにして解説していきます。どうぞ。はい、では左チャンネルのギターを解説していきます。冒頭で言ってたナッシュビルチューニングの弦を張っといた上で、さらに、サンカポにしてますね。サンカポで、キー G で演奏してますね。はい、じゃあ、最初のところですね。コード G なんですけども、フォームはこんな形です。これってあれですよね。正破コードの G、この F がずれてきたこの G ですね。これの下の 1,2,3 弦だけをこう押さえて、4弦開放から弾いてる状態ですね。で、右手なんですけども、まあこれもね、3本の指で演奏してるんで、3フィンガーにはなると思うんですけども、一般的な3フィンガーみたいに、ずっと親指がドン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 って、リズムを刻むわけではなくて、すごく変則的な親指の動きになってます。でまずその、タブを見ていただくと、その丸してあるところはね親指ですよね。4弦にまず親指が来てます。で3弦も親指が担当してるんですけども、ね、で、2弦が人差し指、1弦が中指の担当です。で順番に弾くと、最初4弦親指、2弦人差し指で、1弦中指、親、人、中です。で、次、親指が3弦に来るんですけども、また親指弾いて、2弦、1弦。これも同じ動きです。親、人、中ですね。親、人、中、親、人、中。で、最後に3弦もう一回親指弾いて、親指、1弦の中指。そう、だからその線で囲ってますけど、3つのブロックで考えると分かりやすいと思います。親、人、中で、また親、人、中で、最後が親、中ですね。こうですね。ただこれね、3弦がねこう親指弾いた時に音がコンと上がるので、なんかねやっぱり普通のレギュラーのチューニングで弾いてると上に行くと音が下がる感覚なんで、なんかここでね、なんか脳がバグるというか、ちょっと一瞬ねあれってなっちゃうと思うんですけどもね、この右手の動きにね集中してこう弾いてみてください。はい、で2つ目のコードなんですけども、 C4G っていうコード、これ今の G コードをからこの中指をね離さずにピュッと滑らせて1個横にずらして5フレットに持ってきて、で薬指を2弦の5に入れて、この形を作ってください。 C4G です。で右手全く一緒です。親、人、中、親、人、中、親、中です。
弾いてる弦も全く一緒です。この2つのコード行ったり来たりします。ですから中指をこう軸にしてね、こう動いてる感じですね。3小節やります。で、次ですけども、今のこの C4G のこの薬指です。今度は薬指をこの5フレットからピュッと3フレットに滑らせて、ここに持ってきて、これがもう C♭9 on D っていうコードになります。で、この状態でまた右手全く一緒です。親人中、親人中、親中ですね。まあ、2回1小節丸々やります。で、最後 D コード、これも薬指を置いといたままで D を作ります。僕はもうこの3弦めんどくさいんで押さえずに、もう中指で押さえちゃってますけどもね。で、最後の D は右手のパターンとしては一緒なんですよ。親人中、親人中、親中は一緒ですけど、ただ親指がもう4弦しか担当してませんので、ここは割と分かりやすいですね。これ一小節。そう、だから右手のね、動きをひたすらずっと同じことを実はやってるだけなんですよね。ナッシュビルチューニングで弾くとね、そんな風には聞こえないと思うんですけどもね。はい、ちょっとつなげてみますね。はい、以上となります。はい、皆様お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。原曲のイントロ前編と後編に分かれてお送りしましたけども、レギュラーチューニングでね、弾かれてなかったっていうね、内容でしたけども、まあ、ただね、一人で、ギターで弾き語りをするんでしたらサンカポの G で、弾くのがいいんじゃないかなと思うんですが、ただまあ最後のね、転調のことを考えると、チューニング1音下げのキー C で弾くっていうのもありかもしれません。キー C で弾いてると最後の転調がキー D になるので、まあ、まだね割と弾きやすいんじゃないかなと思うんで、まあ、それでねコードを探してね弾いてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。では。